ごい動いてるんやけど、全く踊りできてるんやけど、なんていうの、普通に踊ってる人はここ体幹の部分が全く動いてないから、その差がすごい。まあ、こういうさ、今なんていうの、こういう相性とか絶対動かしてしまってる。普通の時の振りでも、ここがほんまに全く、もう1ミクロもほんまに動けへん。ちょっとめっちゃこの、なんていうの、アイソルを意識してやってる人、全然差が広がってくると思うから、もうちょっと使える部分は全部使って、止めるとこは止めるみたいな感じでやってみていきたい。はい。すっごい全然深く違うって感じ。
ょうか、ちょっと本気で。はい。ちょっとじゃない、だいぶ本気でいきましょう。これさ、でもさ、ジャケット見てさ、ちぎれよ。はい、って言ってた。うわ、なんか、シャツが出てきそう。みんなベルトはめるやつついてる？ベルト、クロームシャあるんやったら持ってきてみて。うん、え、なんか浮いてくやん。あれ、出てきた。マイケル出てきた。そうやな、そうやな。ベルトなんか100キロってるから。これサスペンダーしたの？なんかサスペンダー。あ、飛んでから、ここを貼るから、ジャケットの上からテープ。ガムテープ、白の。え、マイケルやってるの白の。うん、それを白のテープで。やったら、まあ、そんなジャケットそんな高級じゃないよね、みんな。いけるよね、貼っても。はい、行きまーす。Thank you.
曲か、かけようか、一回曲。下向かん方がいいんじゃん。わからんのじゃない。もう一回やるで。